諸軍は将校に沿って布陣した模様です。いよいよですか。全軍に伝令です。今夜半に出撃、将校を挟んで諸と対陣するように。はっ。この戦、五色の私有を決する戦いとなるでしょう。三条救援に向かった五の将たちは、取り囲む関羽の軍勢を打ち破り、見事道場の兵たちを救出した。この勝利によって五は慶州を取り戻すことに成功する。これまで五は魏と対抗するために蜀と同盟を結んでいたが、慶州を奪還したことにより関係が悪化する。蜀の劉備は激怒し、慶州を奪い返さんと自ら大軍を率いて出陣した。蜀軍は長江沿いの医療に布陣する。その長さは700里にも及んでいた。呉の軍師リクトンはひたすら時期を待ち、高所3年ついに出動の命令を発した。さて、諸との決着をつけるぜ。全軍、リクトンの指示で戦うぞ。合流したか。こたびの戦、諸葛亮先生はおいでではないのか。しかし容赦はしません。主戦部隊に伝令、予定通り諸の陣を炎に沈めます。私たちも頑張りましょう。楽しもうぜ。
腰売り呼ばわりする者は。時計関雲長参る。
攻め切る。我が軍の強さ見せてやりましょう。に戻っちまったぜ。敵さんもなかなかやるじゃねえか。一気に押し潰します。Yeah!
この諸葛孔明、知略のみではありませんよ。楽しもうぜ。私たちも遅れを取るわけにいきません。この玄徳が相手になろう。守れぬようだ。